やってまいりました。緊急で動画回します。天下の日本を代表する天下のイケメン木村拓哉の実の弟木村俊作さんのですね、これ不倫報道が今LINE ニュースにてポンと通知が来てですね、もうマジで山崎飲みながらちょ待てよって思って、悲しくてちょっと動画撮ってます。本当に嘘であってほしいなと思いながら、これ事実確認本当にわからないで、これ本当わかんないですよ。僕 LINE ニュースに書いてあることをですねそのまま言ってますから、これ本当に事実確認わからないんですけれども、ちょっと語っていきます。はい、いいですか。キムタクの弟って言ったらですね、丸坊主でガタイも良くて、キムタクとは本当に正反対みたいなイメージのアメフト選手なんですよ、元。僕、それはキムタク僕めっちゃ大好きで、昔からググって知ってはいたんですけれども、ほんまにこれ弟やったんや、という僕のあれが繋がって、めちゃくちゃ今、ちょっと大人げてるんですけれども、ちょっと読みますね。はい。本当かどうかわかんないですからね。書いてあることを僕言いますからね。俊作氏は弟ですね。大量の酒を飲み、酔うと暴言を吐いたという。酒が原因で、事故も起こしています。事件も起こしています。2020年3年前、7月29日、自分の誕生日に飲みすぎ、一般人の車をタクシーと間違えて窓を殴りつけたと。一般人の車をですね、タクシーと間違えて窓を殴りつけた。もうちょっと普通じゃないですよね、これだけ見ると。ごつい指輪をしている。ごつい指輪をしていると。おお、パチンコ屋さんの社長みたいな指輪してるんですかね。ごつい指輪をしているから、車に傷をつけて、メリケンみたいになってるからでしょうね。その場で現行犯逮捕。割れびれる様子もなく、俺はずっと中学生のままだって言っていました。ちょっとこれだけ見てもちょっとものすごいですよね。でもっすよ皆さん、これ3年前ですよ、この事件を起こしてるの。3年前っていうと、キムタクがまだジャニーズですよ。ジャニーズの力まだある時ですよね。ジャニーさん死んでないですから。これっすね。これちょっと怖いですよ。ジャニーズちょっとこれ気をつけないといけないのが、ジャニーズ事務所今なくなっちゃったんで、多分こういうジャニーズ事務所っていうのに忖度せずに、もう記事がバンバン出してきます。だってこれ、普通ですよ。個人著名人とまだ、でも言うんじゃないですか？もう元日本代表するぐらいのアメフト選手であれば。普通であれば、報道されると思うんですよ。だって、瀬戸内大也選手、水泳の。彼ですら不倫の報道されましたよね。この方ですね、元アメフトの弟さんは、元アメフト選手らしいんですよ。なんか日本を代表する。ぐらいの。となってくると、報道しないっていうのは、やっぱこれジャニーズ事務所に対するやっぱ圧力としか僕は言いようがないなと。まさしくそのスーパースターの、そのジャニーズ帝国の中のさらにもう帝王の、キムタクの弟ともあれば、やっぱり、報道しないのが、まあ、今までのルールだと、もう普通だったのかなと、いう中で、ジャニーズ崩壊して、こういう風に当たり前じゃないことが当たり前になってきて、弟のこういう風な不祥事もですね、親族っていうだけで、
報道される世の中になったということをまずファンの方ですね、これまずしっかりと頭にインプットした上でメンタルしっかり持ってファンで居続ける覚悟を、新たにした方がいいなということをまず一つ僕はここでちょっと言いたいです、はい、そしてですねちょっと待ってね、まだたくさん、書いてありますから、すごいな、兄貴の事務所に潰されるよ、うん、亀裂が決定的になったのは2022年8月、俊作氏は元々ですね彼女の母親に会いに行った。俊作は妻がうつ病でいずれ離婚したいんだけれども子供が成人するまで離婚できないと相手の母親の前で言い出したらしい。これ結構すごいですね、相手の嫁の母親の前で、ね、娘さんとは離婚したいけれどもと、子供がまだちっちゃいから二十歳になるまではあなたの娘とは離婚できないですよって、なかなか言えないっすよねこれ。おすごいね、ちょっとね、山崎ちょっと飲んじゃっていいですか、ちょっと待ってください、ね、うまい。ほい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 ほ
娘さんとの婚約を破棄したい。すごいっすね。100万円で婚約破棄できるんなら、世の男の人、女の人、みんな払うじゃないですか。それ以上のやっぱりね、子供がいたらもっとお金かかるだろうし、もっとね、いや、そんな100万円でね、済まされるお金じゃないですけれども、いや、ちょっとこれ心のあり方どうなのかなって、思いますね。うん、まずこれちょっとやばいんじゃないですか。うん、本当であれば、うん、ほいでほいで、100万円を払ってみから、まあ、婚約を破棄して、その2ヶ月後ですね、A子さんが、嫁ですよね。嫁。A子さんが、逆に、キムタクの弟の家を訪れると、彼は交番に駆け込み、警察沙汰に。はぁ、終息にあったのは、2022年12月29日が最後です。もう大晦日前ですかね、年末前ですかね、スッキリさせたかったんですかね、正月前に。春作からは週刊誌に売ればいい。俺は仕事をいくつか失うけど、お前は兄貴の事務所に潰されるよって言われました。やばいっすね。これっすね。昔ヤマピーと若西爺と錦戸亮が昔六本木かなんかで飲んでる時に、一般人からこう撮影されて、やめろって言われても、でもその人たちやめなくて、携帯持ち逃げして、携帯壊したんですよ。で、壊して、錦戸亮が放った一言が、そのカップルに、盗撮してたカップルに、放った一言が、これも本当かわかんないですけど、週刊文春が報じてたことなんですけれども、ジャニーズですよ、その時錦戸は。俺たちは、もみ消せるんだよって言ってたらしいんですよ。やっぱこれを見るとジャニーズ事務所っていうこの事務所がどれだけ力が強い事務所だったかっていうことがものすごいわかりますよね。だってキムタクの弟ってジャニーズ事務所じゃないんですよ。でも兄ちゃんがジャニーズの帝王だから、要するに何ですか、間接的にですけど、超間接ですけど、脅してるんですよ。僕の兄ちゃんが、例えばキムタクで、同じような感じになった時に、何してもいいけど、お前俺の兄ちゃんから潰されるよって、俺の兄ちゃんの事務所から潰されるよって、言ってるようなもんですよ。これちょっと本当であれば、事実確認は分かんないですけど、これ本当であればジャニーズって本当にこれなくなってよかったんだなって思えるぐらい、いやこういう圧力でね、やっぱすごい苦渋な思いしている人たちってものすごいいたと思うんですよ。その中で、まあ、こういうことってあったのかなって
こう見てると本当かどうか分かんないですけど、ちょっと怖いなと思いますよね。その後最終的に SNS は全てブロックされて音信不通に。2023年6月に突然電話がありました。今年の6月ですよね。出ると女の声で、私たちは結婚するの、あなたは振られたのよ、諦めなさいと言われました。まあ、俊作さんの不倫相手でしょうね。不倫相手の女性が、元妻に、まあ、現嫁ですかね、に電話したんでしょうね。気合入ってますね。俊作の友人に聞くと、2022年の年末に俊作がいい人がいる、いい人がいるって言っていて、2023年翌年の誕生日に、あ、再婚していたと。はぁ、あ。で、元嫁はもう現在精神が不安定で、うつ病になったんですかね、通院していると。ほいで、俊作から、弟ですね、キムタクの俊作から、お前が車にひかれて死んでも、俺は何も思わない。と言われた声が頭の中で響いて、睡眠薬がないと眠れません。100万円の手切れ金ももらっていません。俊作氏はどう考えているのか。11月上旬自宅マンションの前で直撃すると、俊作氏の放った一言、これです。最初は僕も好きだったし結婚したいと思った。驚いた、まあね、取材の人が驚いた様子だったんですけれども、元嫁の告発内容を聞いて30分以上にわたり興奮してまくり立てた。もうこれですね、ちょっとこの後はちょっとすごいあれになってますけれども、ちょっとかなり要件まとめて言うとですね、天下の日本を代表する天下の木村拓哉の弟が元嫁に散々暴言やだったり、100万円の手切れ金を払うと言っても払ってない、すごいいろんな、お前が車に敷かれて死んでも俺は何も思わない、本当か分かんないですけどね、散々な暴言を言った挙句これ離婚したというのがこの LINE ニュースに書いてある情報なんですよ。これが僕本当であればですね、これキムタクもですね、もうすごい風評被害だなと、ちょっと僕思ってて、まあ、瑛太君の弟もそうだったんですけれども、芸能人の弟って本当になんかこう、ちょっと言っちゃあれですけど、ちょっとどうなってんのかなって思うぐらい、ちょっと、っていう感じですよね。やっぱ光あれば影があるっていうのと一緒で、まあ、光がやっぱね、強ければ強いほど、やっぱ兄弟とか姉妹とか親族に対する影もね、やっぱこういうのはやっぱり運気っていうところでやっぱあるっていうのはね、ずっと言われてますけれども、まあ、やっぱね、あれだけキムタクんち華やかで、家族仲良くて、今日ね、キムタクの誕生日ですから、そういうふうな、お祝い事の中で、こういったニュースが、弟のニュースが流れるっていうのがですね、僕本当に残念でなりません。100% 嘘であればですね、まあ、こういう記事って流れないと思うんで、何かしらは本当だと思うんですよ。ただね、やっぱり、俊作さんにもね、キムタクさんにもね、やっぱ、もうずっと第一線で、やっぱ、頑張ってもらいたいなって、思ってますし、この情報がね、嘘であることをね、僕は祈って、この動画撮ってます。嘘か本当かわからないですけれども、内容ですけれども、すごい悲しいなって思います。マジかって。
思うちょっとニュースだったんで、ちょっと緊急で動画撮りました。はい、皆さんもぜひ、チェック、いろんな媒体今出てると思いますんで、ぜひチェックしてみてください。